どうも宮島です。さ あ今日なんですけれども、この配信日が12月25日となるみたいです。 YouTube 配信して約1ヶ月ぐらいなんですが、もう勉強することばっかりです。配信日なんて考えたことなかったんですけれどもね、まあ、25日クリスマスということで何をあげようかすごく悩んだんですけれどもね、ちょっとこの間家族で行ってきた木曽三川公園のライトアップの動画を今回クリスマスの日に配信しようと思いまして、このね朝の撮影を撮らせていただいております。木曽三川公園、非常にライトアップがですね綺麗なところですし、何より入場料も無料なのでお財布に優しいと。ただ非常に車は多いのでね、時間には余裕を持って行っていただかなければいけないところだとは思うんですが、非常にいいところなので、今回、行ってきました。ぜひカメラを収めてきましたので、この後ご覧ください。それではどうぞ。